皆さん今年もやってまいりました。見てください。こんにちは、ジェンディマムです。モーストハンサムジャパニーズウェイトリフター。嬉しい。ジェンディドリームナオです。イエーイ。今日はどうに行くんですか？どういうプランですか？今日のスケジュール。今日はまず今からご飯少し食べて、大谷資料館っていう、大谷資料館、大谷じゃないんだ、あれ大谷って読むんですよ。大谷資料館って、もう超インスタ映えスポット、はい、に行こうかな。なんか石の採掘場なんですけど、あれでしょ、あのドラマの撮影とかもよく使われる。あー、めっちゃ使われてます。はい。コーンスープどう？めっちゃうまいっす。クソうまいっす。そんなうまくないでしょ。そんな、ここガストのコーンスープ。いや、コーンスープ自分マジで大好きっすよ。クリーミーなやつが好き、それともビチャビチャしたみずみず、こういうクリーミーなやつ、クリーミーなやつ、ポタージュみたいな、濃厚なのが好きなの。濃厚なの、濃厚。一番エロいのはどれ？ジェンヌ、エロさで言うのってこれじゃないですか。どういうところがポイント？こうなってる感じじゃない。かなり想像力を使わないと感じ取れない。いやー、だいぶカメラ慣れしてきたね。何ですか？いや、あんまり意識しなくなったね。前回ずっと意識してたから、あ、撮られてるみたいな、あ、撮られてるみたいな。好きに撮ってくださいって感じですよ。ハロージェンディ。ハロー。いやー、イケメン。今回もスーツケース引いてもらってます。うお、ガチコーヒーっすね。最近ハマってます。これで飲むのがめっちゃ美味しいんですよ。なんかエスプレッソみたいな感じで深い濃い味を出せるんですけど、これ全部コーヒー用の器具だよ。そうです、そうです。なんかそのお金の面とか、一緒に将来暮らしていくとかって考えた時の教養はある子がいいんですけど、なんかめっちゃアホな子がいいですね。どういうこと？ちょっと急にやるような子がいいっす。じゃあ逆にこういうのを受け付けられないみたいな、生理的に無理みたいな女の子でですか？そういうのですか？ウォシュレットしないやつ無理っすね。ウォシュレットしない、ウォシュレットしないやつ無理。え、なんでなんで？え、これまず一個聞きたいんですけど、ウォシュレットさ、苦手な人いるじゃん。まあ、いるっすけど、ウォシュレットしてくれる人の方が好きっていう、このなんかこれ自分の変な理論なんですけど、ジャムさん仮に手に油汚れがついちゃったらどうしますか？まあ拭くよ。拭くか、洗うくないですか？まあ洗うね、絶対洗う。洗うじゃないですか、油ついちゃったら。それなんでですか？それ汚いからですよね。汚いかな。うんちと油どっちが汚いですか？まあうんちだね。え、そのうんちケツの穴から出てるのにトイレットペーパーだけで拭くっていうその理論があんまよく分かんなくて。顔が10点満点でウォシュレットしない女の子どう？あ、だからそしたらウォシュレットした方がいいよって洗脳しますよね。頑張っ、え、でも洗脳失敗したら顔が10点でもすか？うん、もう顔が石原さとみ、うん、でもウォシュレットしない。え、でもその後に顔が8点でもウォシュレットする子がいたらそっちっすね。ああ、マジで。 Good morning, ジェンディ。ありがとうございます。なんすかこれ？餅っす、餅とチーズ。
好きだよね、これ。昨日からずっと聞いてるよね。Are you ready? Yeah. Morning training? Yeah. Morning session.体のコンディションはいかがですか？悪くないじゃないですか、まあ、午前中なんでまだ体が完全に起ききってないですけど。午前練はあれなの、もうマストなの、行かないと怒られる感じ、その国体要員として。いや別に怒られるとかじゃないですけど、なんか午後じゃいい練習するのに午前中になんかウォーミングアップの練習を入れとくみたいな感じです、自分は。おはようございます。おはようございます。どこですか？わざわざナローにする理由って何？逆になんだと思います。シャオジュンのアップの真似。ナローにしたら、うん、上体かぶせないと弾けないじゃないですか。狭い、まあ、こうは無理じゃないですか。あ、はいはいはい、上体をこうかぶせないとダメじゃないですか。少しそれのなんか意識がつくんで、自分でこう悪いとこう上体かぶせないといけないのにこうやって弾いちゃう癖があるんで、それを午後出ないようにするためにわざと狭くして、な、状態の我慢を意識するみたいな。なるほど。あと狭いとここもなんかよくスピード出さないとダメじゃないですか。いつも
よりはちょっと早く動かさないと。ああ、ターン、切り返しもうちょっと頑張んないといけない感じ、はい、切り返しの練習にもなるんで。今日体動かした感じどうすか？で、昨日ほぐしてもらったのもあると思うんですけど、おお、結構なんかストレスなく体動いてる感じで。なるほど。まだなんかちょっと先週重たいの触ったんで、うん、ちょっとダメージはある感じはするんですけど、うん、でも比較的いい方だと思います。やっぱ午前中に体動かして、はい、調子いいなとか悪いなってどういう基準で判断してんの？例えばバインバインのジャークやってたじゃないですか、端に絡んでて、うん、そうそう、うん、あれをやってた時とかに、例えばなんかしなりが今日はドンピシャで朝なのに合ってるなとか、あ、朝一なのに合ってるなとか、例えばスナッチキャッチした時には股関節はまりいいなとか、うんうん、これは午後も大丈夫だろうみたいな、なんか自分はそういうところで見てますね。最高っすよ、このテーピング。
ます。
教えません。
ょっと馬娘の魅力を教えてください。自分の推しは成田大臣です。今日の練習疲れました。めっちゃ疲れた。でも今日結構ね、重たいの触ったよね。はい、40、50って飛ばせてノーミスでいけたんで、スナッチが、うんうん、でまあなるべく高く取ったりとか、なんかそういう感覚いい練習しようかなと思ったんですけど、結構その触ってる感じ、うんうん、引いてるこのなんか腕に吸い付いてる感じとかで感覚がめっちゃ良かったんで。今日素手だったよね。全部素手。いや素手で150、180、ツージャークはベストタイだもん。ベストタイですね。でもまあ肘緩かったんで何とも言えないですけどね。上げた側の感じ見ますけど。ちなみに今車何台ぐらい離れた感じ？車にですか、うん、192が終わった時点で5台ぐらいに離れられた。クラウン5台。クラウン5台。なるほど、相当溜まってますね疲労が。撮影ありがとうございます。ああ、いえいえいえ。